僕の名前はたわし、36歳、元売れないお笑い芸人、31歳からの東大受験、5度失敗、人生敗北続き、敗北の味を知りすぎた男。この日は給料日、つまり月に一度の贅沢解禁日です。しかしその前に済ませておかなければいけないことがある。36歳独身フリーターは家賃3万そこらの格安アパートで現実と向き合っている。溜まってしまっていた請求書の類、月の中で一番懐が温かいこの日に支払っておくに越したことはありません。それにしても生きていくのってお金がかかる。請求書の束をリュックにしまい込んで家を出る。期限切れのものが1枚ありましたが、近所のコンビニでおおむね支払いすることに成功しました。よし、気持ちを切り替えて、改めて今日は給料日です。贅沢プランを実行に移したいと思います。最初はまず足を使います。この日は休日です。労働終わりではないので疲労感が足りていません。少し体を動かして胃袋がよりカロリーを求める状態を作っておきたい。そういった魂胆です。さらに今日は休日であるということを活かし、昼間からアルコールを摂取していく予定です。なので日差しを受けながら体を動かすことで一汗かいておく、それが狙いです。制限がある中で少しでも贅沢を楽しもうという卑しき敗北者の知恵。ということで数十分ほど足を使って向かったのがこちら、業務スーパーで普段は買わないちょっと贅沢な食品を購入し、それをつまみながら昼間から酒を飲む。それが本日の贅沢プランです。こちらでの滞在時間は30分以上。いつもより慎重にしっかりと商品を吟味し、普段は少し高価なためなかなか手が伸びない商品などを中心に購入しました。結構な分量、重量になってしまいましたが、それをなんとかリュックに詰め込む。ここから家までは徒歩では30分以上はかかりますが、冷凍食品を購入してしまったため少し急ごうと思います。十数分ほど走って帰宅。36歳独身フリーター、久しぶりに走りました。荷物が少し重たかったのもありますが、足腰の衰えを実感。しかしこんなに汗をかく予定ではありませんでしたが、良い汗をかくことができました。購入した商品をリュックから取り出し、溶けたらまずいものなど一旦冷凍庫に入れておく。久しぶりにかいたドロッとした汗をシャワーで洗い流し、さっぱりしたところで本日購入した商品を紹介していきたいと思います。味付け山クラゲ128円、本格四川麻婆豆腐の素248円、袋入りのラーメン138円、絹ごし豆腐38円、万能ネギ100円、リッチチーズケーキ348円、マグロたたき 250g 598円、合鴨ロース 190g 258円、こだわり生フランク 1kg 848円、紅生姜鶏唐揚げ 500g 398円、柔らか煮豚468円、合計金額は3570円。結構いってしまいましたが、保存が効くものもあるので今日食べるものに限定すればもう少し安くなると思います。早速味を確かめていきたいのですが、どこから手をつけていこうか。
まずこのボリューミーなフランクを解凍していった方が良さそうです。10本入りなのですが、袋から取り出してみると全部つながっているようでした。結構本格的です。とりあえず半分5本切って解凍しておくことにしました。とここで冷蔵庫で冷やしていたこいつを忘れていました。業スーで売っているビールっぽい飲み物、麦うまゴールド 350ml 115円、こちらを加えると合計金額は3685円になります。しっかり冷えていたのでこいつから始めていこうと思います。乾杯。給料日、休日、昼間から汗をかいた後に飲むビール、最高。さあ、最初に試していくおつまみは味付け山クラゲ。さっぱりした味付け、コリコリした食感、そのまま食べることができるので最初に手をつけるおつまみとしてはベストです。ここで大事なことを忘れていました。飲むだけではなくがっつりお腹を満たしていきたいと思うので急いでご飯の準備をしていきます。ご飯の準備ができたところで飲みながらおつまみを調理していきたいと思います。まずは店頭で気になって購入した紅生姜鶏唐揚げを揚げていきます。業務スーパーの冷凍食品はパッケージの裏に分かりやすく調理方法が記載してあるのでありがたいです。油が十分加熱されるまでの間ちょいつまみちょい飲み。5つくらいいっちゃおう。目に鮮やかな紅色の唐揚げを眺めるだけで酒が進む。いい感じに揚がりました。早速揚げたてをつまんでいきます。やっちまってるのが気になったけど最高。続いてのおつまみは合鴨ロースのハムです。こちらは半解凍の状態で袋から出しカットしていきます。早速つまんでみます。これはめっちゃうまいですね。190g で258円ですが、これは高級なハムだよと言われて出されても多分そのまま納得して食べてしまうと思います。ここで特売で購入した薬味用の小ネギを切っておきます。そして本格四川麻婆豆腐の素。フライパン調理とレンジ調理があるようですが、今回は手軽にレンジ調理をしていきたいと思います。39円の絹ごし豆腐の水を切ってサイコロ状に切る。タッパに入れて麻婆豆腐の素をかける。蓋をしてレンジへ。ちょうどお米が炊けました。
さらにこちら解凍しておいたマグロのたたき、絞り出していく。まだまだいきます。柔らか煮豚、一切れ押し出し、煮汁もしっかり加えてラップをして、こちらもレンジで加熱していきます。煮豚のレンチンが完了したところで、お酒とご飯ががっつり進みそうな業スー料理たちが食卓に並びました。いただきます。本格四川麻婆豆腐、辛口の表記通りかなりピリリとしています。早速ご飯にのっけちゃいます。想像通りご飯がどんどん進みます。少し残念だったのは豆腐の水気が気になったことです。今回は調理の手軽さを優先してはしょってしまいましたが、事前にキッチンペーパーでくるんで豆腐だけレンチンするなどして水気をしっかり切っておくことをおすすめします。続いてマグロのたたき、小ネギを振って醤油をかけ、わさびを絞ってしっかりと混ぜていただいていきます。これはうまい、ネギトロです。こちらもご飯にすぐ手が伸びます。そしてトロトロの柔らか煮豚、口の中でホロホロとほぐれて旨味が広がります。こちらも残りをご飯にのっけちゃう。煮汁もたっぷりとご飯にぶっかける。そして以前業スーで購入したジャンツォンジャン、ちょいとのっけて煮豚をほぐしつつ全体を混ぜ込む。これは間違いないですね。あっという間に1杯目のご飯完食。ご飯を補充して冷蔵庫から2杯目、キンキンに冷えた焼酎ハイボールを取り出す。マグロのたたきもご飯にのっけてネギトロ丼にしていただく。これがまた絶品。こんな調子で飲み食いしていたところ、久しぶりに走った後にアルコールを摂取したからか、いつもより酔いの回りが早く眠気が募ってくる。うとうとしては食べての繰り返しで、あたりがすっかりと暗くなってしまいました。このまま終わるわけにはいきません。まだ手をつけていない業スー料理があります。そちらもしっかりと味わっていかなくては。フライパンにたっぷりと水を張り加熱、解凍しておいたこだわり生フランクを茹でていく。中火で15分ほどじっくり茹でました。一旦水を切ります。より美味しく食べたいので茹でた本格フランクをさらにフライパンで焼いていく。焦げ目がほんのりついたら完成。やはりフランクにはこれです。改めまして乾杯。表面パリッと中ジュワッとに仕上がった本格フランク。
そしていよいよ最後の一品です。こちらも人気商品、リッチチーズケーキ。半解凍で食べていこうと思ったのですが、冷蔵庫で少し時間が経ちすぎたために柔らかくなりすぎてしまったようです。味の方はどうでしょうか。甘すぎず濃厚な味わいでめっちゃうまいです。これは甘いものが食べたい時、少し贅沢をしたい時などリピートしてしまうかもしれません。同じシリーズのチョコケーキもあったので、そちらもいつか試してみたい。今回は業務スーパーで売っている商品を爆買い爆食していきましたが、じっくりと商品を物色していったところ、まだまだ気になる商品たくさんありました。業務スーパーさん、今後とも末永いお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。